どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはパタゴニアのダスパーカーです。近年ものじゃなくてね、何年も前の何十年も前の古いダスパーカーだと思うんですが、シミがすごいんですよ。でそのシミをですね、めちゃくちゃ綺麗にしましたので、ぜひ最後まで見てください。着用に伴う自然な変化として、汗とかね、皮脂とかね、そういう自分の体からついたもの、それから排ガスとかホコリとか、そういったものがついてできてしまった汚れとかじゃないんですね。多分何かこう作業をしたり料理をしたり、そんな感じでついてしまった油染みだったりね、そういったものがもう全体についてます。至る所についております。すごい状態でございますよ。お客様がここにシミがありますってマーキングをしてくださったんですが、まあ、マーキングしてないところにもたくさんありましたね。袖周り一周全部汚れてるし、濃い色に見えるところは、まあ、お客様は油染みとおっしゃっていたんですけども、ついたばかりの油染みではなくて、かなり時間が経過して酸化してしまった油染みだと思います。すごいですね。すごいです。薄いところもあるし、濃いところもあるし、ここもね薄いけど、これもシミですよ。ここもシミ、ここもシミ、ここもシミ、ここもシミっていう感じで指を刺そうと思えば、もう至るところも全体です。もう全体が汚れていて、その中に濃いシミがあるから、そのシミだけ目立つんですが、もう全体がねすごく汚れている状態でございます。顔周り、顎周りなんかはむしろその他の汚れがひどすぎてあまり目立たないぐらいなんですよ。もちろんね、たくさん着てらっしゃると思うので、自分の体からつくような汗とかね、皮脂とか、そういったものもついているんですよ。ついているんですが、その他の汚れがすごすぎるというような状態でございますね。まあ、本来アウトドアでレジャーを思い切り楽しむために着るような汚れなんか気にしてたら楽しめないよ的なお洋服ではないかなと思うんですが、特にこの古いダスパーカーに関してはファッション性を重視で着てらっしゃる方が、お選びになる方がとても多いので、これぐらいね、汚れ仕事を気にせずに着用して、だって背中にも油染みみたいなのあるんですよ。そのなんか無造作にそういう油がついてるようなところに置いてしまったとか、あとはなんだろうな、小さいお子様がいて、そのお子さんの手とか口からそのついてしまったのかなとか、まあ、ちょっと今となっては分かんないんですけど、まあ、これだけね汚れがついてしまうとですね、もうやっぱりちょっと着用しにくいなっていう風になりますよね。だからもうこの状態では着られない、着たくない、でも捨てるわけにもいかない、捨てたくない、でこれ自分で洗っても綺麗にできそうもない、クリーニングに出しても取れないんじゃないかなんていうようなことでね、まあとりあえずいいやということで、ずっと長いこと放置してしまったんではないかなというふうに思いますね。素材は化学繊維です。すべて化学繊維です。 100% ポリエステル、インシャレーションも 100% ポリエステル、お洗濯表示ドライクリーニングダメで水洗いが OK になっております。 FA12 って書いてあったね。だから2012年秋冬なのかな。プリマロフトって中綿はダウンじゃなくて化学繊維、あったかい化学繊維の中綿が入ってます。仕上がりがこちらでございます。想像以上に大変でした。想像以上に大変でしたが、シミ抜きは成功報酬制でさせていただいておりますので、シミが取れるまで作業を続けます。諦めないです。だって取れないとね、お代をいただいてませんっていう風に言ってるので。綺麗になりましたね。嬉しいですね。同じ日に同じ原因でついたシミじゃないんですよ。だから反応が違うんですよ。だからこの作業をしたらこっち側のシミも取れればラッキーなんですが、あ、やっぱ取れなかったか、じゃあこっちのシミはこれでやってみよう、あ、こっちのシミ薄くなったな、じゃあもうちょっとこっち強くしてみよう、あ、でもこっちのシミやっぱ残ってんな、じゃあこっちのシミはこの方法でやってみようと、次から次へとですね、作業内容を調整しながら、変更しながら、作業内容といっても温度、濃度、時間、機械力みたいなものを調整しながらですねやりました。そして部分的なシミ抜きも当然しております。もうね、何箇所あったなんてカウントできないぐらいたくさんあったし、広範囲だったし、すごかったんですよ。でもね、綺麗になりましたね。大丈夫です。色もグロスも大丈夫。もちろんサイズだってね、縮むような素材じゃないから大丈夫だし、
あと中綿ね、中綿プリマロフトの状態もきちんとちゃんとロフトを膨らんでね、復元していい感じであったかいジャケットに復元できております。綺麗にしたいのはその表地のその化学繊維ポリエステルなわけですよ、そのブルーのところなわけですよね。でも中綿が入ってるということはやっぱりちょっと作業性は悪くなっちゃうんですけど、でもパタゴニアの古いダスパーカーはもう本当に数えきれないほどメンテナンスさせていただいているんですが、本当に丈夫です、本当に長持ちすると思いますよ。ただパーツはね劣化してきてペタペタしてきたり割れてきたりするので、それはパタゴニアさんでね新品に交換してもらうとか、あとは裾のドローコード入ってるところは傷穴が開いちゃうなんていうのもいくらでもリペアしてくださると思うしね。袖のゴムのテンションもしっかりあったんですけど、ここも伸び伸びになっちゃったら直してもらえるしね。だからそうやって直し直し着るんであれば本当に長持ちすると思うし、今この状態でこのダスパーカーを XS サイズで、着れるっていうのは非常にいいと思いますね。ありがとうございます。武田クリーニングでした。